先ほどの動画で立花さんの背任の件と出資法の件がよく分かりませんということで、ダイレクトメールいただきまして、ちょっと今仕事中なので簡単にしか説明できませんが、333名ね、これまあ何名でもいいんですけども、ダブリもあるかもしれませんが、から今11億借りてるわけね。それの選択肢としては使うか返すかの選択肢しかないわけ、ね、使うか返すか、返してくださいと言われたら返す、ね、政党交付金が来るまで時間稼ぎのためにただ単にホールドしておく、ね、その中から11億一気に使うわけじゃないでしょ、ね、選挙で儲けてるわけですから、だから選挙でほとんど金使わない、もし一時的に使ったとしてもすぐに公費負担で、逆にプラスもしくはプラマイゼロの状態で維持できます。その間に政党交付金がどんどん積み上がってます。だから返せるんですよ、普通で考えるとね。それか全部使っちゃいましたよの選択しかないの、ね、ここでその使い持っている金を運用して金を増やしています、もしくは減らしてでもいいんだけど運用していますって言った瞬間に出資法違反になるわけね。でここで疑問になってくるのが、今ねゼロであれば返すことができませんみたいな感じでしょ。で返すことができませんっつったら立花さんが背任でやられるんじゃないかということね。でも実際捜査が入ってないということは、立花さんは返す金があるっていうふうに見たら別に背任でやられないわけね。であるんだったらそれっての運用してんじゃねえかっていうふうに疑惑の目で見られちゃいますよというだけの話なんですよ、ね、だから今は11億円が本当にないんですねって、黒川さんが言ってる17億とこした、6億はもうすでに溶かしているという確定済みなんでしょう、おそらく。だから11億まあ実際7億ぐらいかな、7億ぐらいはもう使っていて、10億ぐらいがもう借りたやつでもう使っちゃいましたよっていう証明がね、その会計帳簿上あるかって言ったら非常に怪しいの、そもそもね。だからもう大津屋さん代表でもあんまり意味ないじゃないのって、もう警察の領域なんじゃないのって、この疑問を晴らすためにはね、背任なんで背任で捕まらないんですか、あれことひろし君とかサンソンチャンネルさんがこれ背任でやばいんじゃないかって言ったら背任で捕まるんでしょね、ってことは、ね、党から借りた金が、持ってる可能性あるでしょ。じゃあ持ってたら 何それ運用なんですかって、いやそもそも金返せやっつってる5億に対して、返せはいいじゃん、ね、そもそもその金返せやって来てない6億は何なんですかって話、それ寄付なんですか、それとも、ね、偽装借金なんですかって、借金があるように見せかけ立場の手が方なんですかみたいな、金返しに来ないやつは何なんですかみたいな、で本当に借金だとしたらもうなくなったやつですねみたいな、何に使ったんですかって言えばいいだけの話、ね、まさか使ったことにしてどっかに隠して持ってるんで裏金で持ってるとするんだったらそれ運用してるんじゃないですかって言ったら、そもそも、ね、2019年か2021年か分かんないけどそれの出資法違反に立花さんが、関わってしまうかもしれない。それを、ね、大津彩さんが代表でいろいろやっていけば、ね、この出資法違反をかくまった人になる可能性も出てきますよ、代表者として。大丈夫なんですかっつってる。大丈夫です。